どうもこんにちは、三浦です。スーパーマリオブラザーズワンダーやっていきたいなと思います。今ワールド4なんですけど、動画がちょっと失敗して途中からになっちゃってます。今回なんかボス戦あるみたいなんだけど、シードが15個必要で、あと7個必要ということでね、ちょっと集めていくか。なんか変なとこ見つけたぞ。ワールド5につながってたね、これ。キノピオ隊長だね。まあ多分これ先はちょっといけないと思うから、ちょっと戻るか。次のワールド5すごそう。すごいね、なんか。さあ、ワールド5楽しそうだけど、まずこっちをクリアしようね。途中からのスタートになる。うわ、もう難しいな。ちょっと星5とかクリアしたことがないから、ちょっと下、ちょっとなんか簡単そうなやつないかな。この先行けないね。なんかあそこどうやって行くの、あれ取りたいんだけど。ちょっと一旦降りてみる。これゲットしてもんな。いいや。じゃあね、これちょっとこれやろう。ここはどこ？赤、青、迷宮、難しさ2。ん？なんだ？ああ、なるほどね。なるほど、こうやってスイッチを切り替えていくのか。そしたら今度この上のやつを押すんだ。でこう、あ、なるほどね、なるほどね。おい、左は何もないか。これちょっと気になるな。降りたらなんかあるとか。なんもない、なんもなかったね。ちょっと時間すごい無駄にしたな。よし、うい。さあ次行こう。なんか入ってた、なんかいた。あ、水だったのか。いやー、ベビー。さあこれはどうすればいいんだ。下行くと先進めないから上行くのか。よし、でまずこのコインをちょっと取ろう。取っていた。もうヘビやめて。もうあれいいよね。取れてないやつないよな。ちょっとこれ、え、なんもないもんね。よし、 OK、 先行こう。あー、コイン。そこの扉をくぐるんだけど、どっかのスイッチを押さないといけないのか。あ、鍵をゲットして、おい、これでおいしょ。順調順調。中間地点。あ、あれ取りたい。これどうやって取ればいいんだ。これでいけるか。ダメだ。どっかスイッチあるんだね。スイッチ、あそこにあった。オッケー。どこだ。これだ。オッケー。よし、ダッシュ。やったー、ゲット。シャドウマリオ来たぞ。確かこれ追いかけっこだよね。追いかけっこだよな。
お、捕まっちゃいけないんだよね。うん、なんか上にある。これ違う、これ違う。あ、なんかありそう。なんかあった今。あ、なに今のなんだ。おい、ちょっとどうせいいんだこれ。よし、まずい。まずい、まずい。あった、オッケー。あー、ダメージ食らっちゃった。土管くぐるのか。中間地点押して上に行く。水入ってんね、これ。なんか使うのかな。あ、これ水をあげるとか。あ、なるほど、そういうことだったのね。理由がなんか意味あったんだね。さてと、これはこれはこの状態でいいのか。いいんだよね。あー、そこ水あげたかった。どっかに水あんのかな。水、水、水どっかで、あー、これか。これ水入ってんね。よくこぼれないな、これ。あー、えいっ。オッケー、コイン出てきたぞ。真ん中のやつ取れてない。さあ、鍵を取った。どっち行きゃいいんだ。下行くんだけど、どっかスイッチ押すんだね。あそこにもなんか行けるな。これあれだね、多分そこをくぐっていけばいいんだね。ちょっと一旦戻ってスイッチを押したでしょ。うわい、ヘビいた。ちょっと戻るか。この状態で戻って、ちょっと、あれ？なるほど、こういう生き方があったのか。これわかんねえな。ちょっとこっち行って鍵を拾ってきてからちょっと戻っていくみたいな感じか。なるほどね。 OK。これで鍵を拾ってこうか。スイッチを押して、こんな感じでいいのか。でもあれだね、そっから降りてきたにしても足場がないと無理か。え、ちょっとわかんないぞ。とりあえずこれちょっと上行ってみようか。上行って、あ、そこにコインあるね。あれ、こう一度来たよな。ここは一度来たよね。あれ、よくわかんないけど行けた。おめでとう。さあ、これでクリア。クリアだね。よっしゃー。
ッピー。さあ、あと何個だ、あと5個だ。結構大変。でもなんか出てきたね、あれ。やった、迷宮をくぐり抜けましたね。しかし本当にこの砂漠は謎や秘密がいっぱいですね。あ、秘密といえば、砂漠のどこかにスピードアップできるバッジが隠されていると聞いたことがありますよ。スピードアップ、どこにあるんだろう。ちょっと一息、ちょっと簡単なのかな。影の中に消える崖。あら、あらら、何も見えなくなった。ちょっととりあえずコインを拾って、だけど真っ暗になったらなんか、そう、あそこにちょっと足場が見えないから、じゃあ嫌だけど、あれ どこだったっけ、足場。あ、ま、ちょっと足場覚えてから行くか。あ、全然あれだ、ここが3段になってるね。で、こう登って、あれむず、むず、違うむずさがあんな。こういう感じね。よし、行くか。お、来た。あ、これやればいいじゃん。ようやく気がついたわ。もうでもクリアしちゃったわ。さあ、あと4個、あと4個だ。どこ行こうかな。あ、こっちから行けた。ちょっと一息、ジャンプのお立ち台。簡単そう。はい、いった。簡単でよかった。ちょっとリズム系はちょっと壊滅的だったからね。壊滅的っていうか、あんま得意じゃないから。ああ、簡単でよかった。さあ、あと2個だ、あと2個。ここにお店があって、そこでお金を出して買うことができたから。あ、そこに出てき、あ、あるじゃん。そこで1個買ったんだよね、シード100円で。なんであと2つなんだけど、これ行こう。星3、星3ならなんとかいけるか。来た、ゾウさん。ほい、土管入れない。水、この子に水あげたい。よし、オッケー。これなんだ、これなんかあるよね、こう。あ、これあれか、ここでお花をバーンやればいいのか。よし、さあ、ちょっと連れて行って。お金ゲット。よいしょ。さあ、戻ってきたぞ。中間地点。こういったらどうすればいいんだ。あ、普通に殴れるね。よし、オッケー。あれ、もう少しちょっとクリアしちゃうけど、ちょっとシードが見つかんないね。あれ、ゴールする前に1個シードあるはずなんだけどな。さ、取れない。タイミングよくジャンプか、これ。くそ。
あ、つけてないもんな、ジャンプ。もうちょっとこっち来てもらって、あー、ちょっと行き過ぎた、むずいな。あ、ちょっと、あれあれ、ジャンプ踏み台にできないね。転がってても無理か。あー、むずむず。あ、ダメだ、もうもう行くか。ダメだ、取り方がわかんねえ。あれ？さあ戻ってきた。とりあえずクリアしよう。3歩。下から行ける？下から行けるね。下から行けるけど、あのお花取りたい。よし。やったー、来たー。これを探してた。なんかすごい嵐になってんだけど。うわー、サンボがすごい暴れてる。うわー、なんかすごいことになってる。お金たくさーん。ふいっ、痛い。ゾウさん、いやー、やーおー、散歩怖いな、なんか。ちょっとこの紫のコインっぽいやつちょっとね拾っていきたいけど、ちょっとやめるか。あ、あった。よし、オッケー、来た。よし、とりあえずクリアしよう。さあ1個ゲットした。このまま後をクリアできればクッパ城いける。よし、来た。さあこれでシード全部で15個集まった。やったー、またなんか出てきた。これなんだ。ついでだからちょっとやっていこうかな。多分簡単だしね。ちょっと一息、岩の小部屋の宝物。お、あれ、これだけ、あ、まだ続いてる。びっくりした。あれだけでおしまいかなと思ったけど、下なんか、あ、下はこっちから行くのか。こっちから行くんだね。よし、よし、オッケー、クリア。割と簡単だったぞ。よし、もうクッパ城行こう。ふー、この砂漠のどっかになんかちょっとスピードアップするなんかスキルバッジがあるっていうのを聞いたんだけど、それはどうすりゃいいんだろう。ちょ、見つけ方が分かんないからもう先行っちゃおうか。さあクッパジュニア以外のボスが出てくることをちょっと期待するけど、わ、難しさ星4。どれつけていこうかな。2ステップジャンプいくか。これ初めて使うんだけど、タイミングよくボタン押すとトーントーンとこう高く飛んでいくやつだよね。できてんのかな。爆弾してるってことは多分できてるよね。あ、よし、オッケー。あー、あー、もうバク転してたのに。わあ、このファイヤーバーを見るとなんかクッパ城来たっていう感じがするね。ドスン。コインゲット。中間地点。
上行けんのかなこれ。上行ける。よし、これちょっと引っ張って、あ、オッケー。お、なんかすごい難しくなったぞ。なんかファイヤーバーがすげえ速くなった。下下がる。あれ今度遅くなったぞ。遅くなったり速くなったりするのか。なるほど。いた。とっ、あ、今度スピードが遅くなった。あー、ゆっくりー。今度速くなった。ちょっと待って、うわ、慣れねえなこれ。あー、ゆっくり。調子狂うわ。なんかうおー、ゆっくり。なんかあれだな、このスピードがゆっくりになるのってマリオだと初めてだから、ちょっとこの感覚慣れないな。あ、あれ取れるかな。タイミングよくジャンプすれば取れるかな。どうだ。あー、もうちょっとやめる、やめる。うわっ、スピード速い、速すぎる、速すぎる。ゆっくり、ゆっくり。よし、オッケー。あっと、あー、危ない。こっちなんかあんのかな。とりあえずこれ取って、よし。さあこれで元の世界に戻って、この先がボスだね。ダッシュダッシュダッシュ。中間地点、よし。えい、よし、来た。あ、今度水の中だけど、クッパジュニア。あ、またお前たちか。せっかく楽しく水遊びしてたのに。すごい、これ水遊びなんだ。迷惑なやつらだな。今に超ビッグなワンダーが起きて、世界はお父さんの虜になるんだ。降参するなら今のうちだぞ。あ、水が少なくなった。くれ。あー、下から炎。まさかの下から炎。よし、あともう一撃かな。あ、やっぱり炎来るね。うわっ、よし、いった、オッケー。いやー、なんとか一発クリア。星音の日照り砂漠クリアー。いやー、だんだん難しくなってきたな。
でも今回のマリオ意外とというかいつもに比べて簡単かな。こうしてヒデリ砂漠の水を取り戻したルイージーたち、4つ目のグランドシードを手に入れ、次はどこへと向かうのか。次はワールド5だけどね。不思議な遺跡が眠る金金採掘場か、マグマが煮えたぎるマグマの樹海か、選べんのかな。クッパの悪巧みを止めるためルイージーたちの冒険は続く。どっち行ってもいい感じなのかな。一応順番通りに行きたいから、次はキンキンなんとかっていう。よし戻ろう。ちょっとこのステージいろいろなんかあのワールドなんか謎を残していってるけど、ちょっとねいろいろやり残したことたくさんあると思うけど、まあいいやとりあえず。あれ、あそうかそうかそうか、そうだよな、あの雲パックンだっけ、あと2つか。やった、砂漠で熱い思いをした甲斐がありましたね。ただ喜んでばかりもいられません。クッパのところにたどり着くため次のグランドシードを見つけましょう。さあ、じゃあお次はですね、こっちかな、キンキンなんとかって、あれ なんてとこだったっけ。まあいいや、この下の方、あの毒々しいキノコの感じのあるステージ、ワールド5だと思うんだけど、やっていきたいなと思います。結構難しくなってくんじゃないかな。もうこの手前のやつでも星3とか星2が、まあ星2は簡単でどうでもいいんだけど、星3があるから、手前で星3だもんね。うん、結構大変そう。